皆さんどうもこんにちは、チャンヘイです。いやー、始まりました。本日ちょっとゲストをお呼びしております。それではお願いします。はい、ゲストですね、鶏胸肉さんですね。業スからやってきてもらったんですけども、減量する過程で一番食べてる食材っていうのは鶏胸肉なんですよ。現在減量して約20キロ減量することができました。じゃあこの鶏胸肉をどうやったらね、継続的に食べれるのか。とにかくね、ジムに行ったりとトレーニーっていうのは時間がない。なのですぐさまにレンジで解凍して食べれるようにパックにしています。こちらね、試してもらえれば、時間がないとか言い訳しなくて済むようになりますんで、ダイエット考えてる方、筋肉つけたい方、参考にしてみてやってみてください。毎日継続して食べれるような、鶏胸食べやすパックを作っていきたいと思います。どうすか？今の心境は。これから解体されるのが怖いと言ってるんですけども、さばいていきたいと思います。業スーの900円くらいの鶏胸肉です。まぁ、ちょっと最近値上げしましたね。包丁ね。まあ、何か。まず、しっかりと解凍させておきましょう。冬場なんで、バケツに水張って突っ込んどけば、夜から寝て朝起きても腐ったりしないんで、全解凍もしっかりできております。べちゃべちゃするんで、こちらの水分を抜きます。はい。鶏胸肉。1個さばくのにどれくらいかかるのかやっていきたいと思います。よーい、スタート。まず皮を剥ぎます。こっちにもちょっと身が残るんで綺麗に取ります。もったいないんでね。そしたらこう斜めに切っていきます。こう斜めに切ってあげることによって繊維を断つんで、焼いた時に柔らかくなる。どんどん斜めに切って、マグロの刺身を切る感じ。できるだけやっぱ大きい包丁の方がやりやすいですね。でもこれをひたすら繰り返していくだけ。はい、終わりました。30秒ぐらいかな、大体。で、1つこんぐらいで、厚さこんぐらいですね。こんな感じで15分で4キロぐらいさばけます。あとは簡単、計量してジップロックに入れるだけです。ストップバックダブルジップ。自分はいつも2食分入れてます。1回焼いて、例えば朝ごはんとお弁当とか、もう2食分で、自分は1食 180g で固定してるんで、 360g ジップロックに入れます。で、大体こういうのも繰り返してるとね、量も分かってくんで。そしたら平らな場所に置いてあげて、薄くして半分ぐらい、まあ閉めて、今度空気抜いて、で最後は閉めると。これでもう完成です。これでもう冷凍するだけ。切るのに15分、袋に入れるのに15分で、だいたい30分ぐらいでできるんで、もうあとは簡単、レンジでチンして全解凍して焼いてあげればもうできちゃうんで。ということで、これが一式の流れです。次の日、こちら鶏胸肉、切りたての時は何枚か冷蔵庫に入れて次の日は使うようにしています。脂質ゼロで調理していきたいと思います。業スーのうま塩だれ、脂質 100g あたり 0.8 なので問題なく使います。業スーの青ネギ、もうこれでうまくなる。ポッカレモン、これだけでもう一瞬でうまい鶏胸肉料理ができます。肉を入れる、高火力で焼くことによって、うまみ、水分が抜けずに、すぐに火が通って焼けるんで、油ももちろん敷かずに、サクッと、ちょっと火が通ったら、ここに、軽く、塩コショウ。まあ、これ下味みたいな感じで、こう全体的に白くなってきたら、マッスル塩だれの方を入れていきたいと。いやー、これも冷凍なんで、早めに入れちゃって、ポイントとしては、できるだけ火を通しすぎないっていうのがコツですね。トロッとしてきますんで、めっちゃ簡単。ここに最後ね、ポッカレモンを適量垂らしてあげれば、超簡単秒速塩だれマッスル鶏胸炒め物いい、今ので名前みたいそれでは実食編へ、こうタレをちょっとたっぷりつけて、うん、間違いないね、うまい。
塩だれとレモンのハーモニー、ネギのほのかに変わる香りがたまらないです。ほんといろんな味付けを覚えた方が飽きずに食べれますので、ぜひともやってみてください。うん、うまい。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、通知ボタンの方お願いします。また会いましょう。 See you next